今回もキャラ解説やっていきます。今回紹介する子はこちら、ナンバー139、ブレンテンちゃんだぜ。ピンク髪は淫乱って本当ですか？さてまずは人形効果から見ていくぜ。人形効果は十字の範囲に火力とレートアップする効果ね。倍率は星2ということもあってかやや抑えめ。レートアップがあるのでライフルキャラと合わせるのがベターだろうな。しかし競合が多く影が薄い印象。同じ火力とレートアップならステッキン、ウェルロット、CZ75 などより優秀なキャラがいる。入手しやすさで比較しても、星3にマカロフがいるためここでも差別化するのは難しいな。しかも入手性が悪く、第7戦役以降でしかドロップしない。一応製造でもゲットできるみたいだけど、それでもわざわざ狙って出す理由はないもんね。続いてスキルを見ていくぜ。スキルはよくある火力アップスキルね。こちらも星2相当で倍率抑えめ。使いやすいバフだけど競合が強いのでこちらも目立たないな。弱くはないと思うんだけど、なんかいまいちパッとしないわね。陣形もスキルも使いやすく腐りにくいものばかりなのだが、いかんせんライバルが強すぎるのが問題。結果として、ブレンテンは話題にも上がりにくい地味子になってしまっているのだと思うぜ。悲しいかな。さてビジュアルだが、ここでは全くいやらしさのかけらもない健全なロリ属性を推していきたい。安心して見てられるって素敵。ただやはりロリっ子ということもあって、危うさを感じさせるのは良くない。パッチリお目目に宝石のような瞳。彼女の明るく元気なところを象徴するかのように澄んだ色をしている。胸はぺったんこだが、むしろこれくらいでちょうどいい。彼女に大きい胸はあまりにも不釣り合いだ。大きければそれはそれで事案。そしてミニスカートから伸びる足も非常に魅力的。プロポーションの良さでは他のキャラにはかなわないが、程よい肉付きと成長性を感じさせる足はまさしくロリっ子の必要条件だと言える。性格はさっきも言った通り明るく元気いっぱい。ボイスを聞いてても非常に元気をもらえるキャラだと思うぜ。だがしかし、破産という不穏なワードがちょくちょく出てくるあたり、少し闇を感じさせるな。お金に縁がないのかしらね。だとすれば貧乏ブレンテンちゃんという属性が出来上がるな。やりますねー。重症イラストでは眼帯をつけないテル様は何か来るものがある。なんでこの子いきなり眼帯つけてるの？無性に庇護欲をかき立てられるというか、守ってあげたい感じがするのはグッドポイント。それもある意味ロリッコとしての必要条件よね。このゲームに出てくるロリッコは一癖あるキャラが多いのだが、ブレンテンちゃんは癖が少なく万人受けしそうなロリッコになっているぜ。追加衣装がないのが残念ね。いまいち人気がないのかしら。それでも可愛いことは事実。気になった指揮官はぜひとも育ててみてはいかがだろうか。さてここからは元ネタ解説だぜ。最後までお付き合いください。ブレンテンは1983年に開発された自動拳銃だぜ。さてブレンテンを語る上で欠かせないのは CZ75 という拳銃だぜ。この子は最初期に解説したわね。懐かしいわ。 CZ75 は非常に完成度の高い拳銃ではあったが、生産していたのが当時共産圏だったチェコスロバキアだった。しかしながらアメリカの輸入規制に引っかかり、売り上げが振るわなかったんだぜ。そしてその浮いた需要を満たすために、CZ75 のコピーやクローンが作られることになった。ブレンテンはその CZ75 のコピーのうちの一つ。アメリカ版の CZ75 となるために開発されたぜ。ちなみに名前はブレン機関銃と使用弾薬の 10mm から取ったと言われている。10mm? だと。ちなみにブレン機関銃とは一切関係がない。単に開発者の一人が好きだったからだと言われている。内部構造は CZ75 を丸パクリしつつ、独自の改良を加え、10mm 仕様にして機体の新星として華々しい活躍を期待された。10mm 音は3倍だって私知ってる。霊夢の言う通り、10mm 音はとてもじゃないが使いやすいとは言えないほどの反動と威力を持った化け物に仕上がった。しかも管理体制がずさんそのものであり、マガジン関係でトラブルを頻発。結果、販売までにマガジンの生産が間に合わず、マガジンなしでユーザーに発送されるという事態も引き起こしたぜ。しかもその状態が1年以上続き、完全に会社としての信頼は失墜したと言っていいだろう。そんなブレンテンはわずか3年、売上1500兆という期待の申請というにはあまりにも粗末な結果を残し、会社は倒産したぜ。なるほどこれが倒産ネタに繋がるのね。そんなダサ作の烙印を押されたブレンテンだったが、ポテンシャルは悪くなかったと言われている。後年の射撃レポートではそこそこ良い結果を出しており、ブレンテンの問題点はずさんな生産体制だったとされているぜ。なんで10ミリオートを使おうと思ったんだろうね。それは逆だ。10ミリオートという弾を撃つために作られた最初の銃がブレンテンで、それがたまたま3倍だっただけだぞ。逃れられぬカルマ。それでは今回はここまで。よかったらリクエスト、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。